さん、お疲れ様です。おもちゃ大好き遊戯です。今回紹介するおもちゃはこちら、ベイブレードバースト B166 スパーキングベイランチャー L、 こちらを紹介したいと思います。こちら全部で2つ手に入ることができたので、1つは視聴者さんにプレゼントしたいと思います。プレゼントの方法はタイトル欄の下の概要欄よりプレゼント応募フォームありますので、そちらにアクセスしていただけますと誰でも応募できます。他の人がよくチャンネル登録強制したり、 Twitter や Instagram のフォローを強制したりする人いるんですけど、僕のチャンネルではそういったことは一切なく、誰でも応募できますので気軽に応募してみてください。応募フォーム開きますと、キーワード書くところあるんですけど、キーワードは動画内で言いますんで、そちらのキーワードを入力していただけますと、あとは発送先、プレゼントが当たった時の発送先などを記入していただけますと応募できますんで、よかったら応募してみてください。あと結構質問で来るんですけど、そのプレゼントを応募当たった時に時間指定できますかっていうのは、時間指定は全然できますんで、一人でも多くの方たちにおもちゃに触れてもらえたらなって思っていますんで、よかったら応募してみてください。でこちら前半にパッケージ見て開封していきまして、暗いところでやってみたり、あとどのぐらい実際タイム出るのか、普通のベイランチャー、ライトランチャーと比べてみたりしたいなと思っています。で前回、先月紹介しましたこちらベイランチャー右回転の方あるんですけど、こちらも約1ヶ月ぐらい使ってみて、分かったことちょっと伝えたいなと思いましたので、こちらも一緒に伝えたいなと思います。今回も一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、早速見ていきたいと思います。ベイブレードバーストスパーキングレイヤーシステム B166 ツールスパーキングベイランチャー L、 強力シュートで火花が出る。側面はこんな感じです。火花が出るスパーキングシュート、スパーキングシリーズのことは書いてありますね。スパーキングレイヤーシステムとは、スパーキングレイヤーはメタルパーツシャーシを搭載し、低重心光合成に進化したことで攻撃力と回転力が飛躍的にアップ。シングルシャーシとダブルシャーシのことは書いてあります。でこちらは能力値が書いてあります。スパーキングベイランチャー L 以外は別売りです。ライトランチャー L、 ロングベイランチャー LR、 スパーキングベイランチャー L、 L っていうのは左回転ですね。スパーキングベイランチャー前回紹介したのは右回転で、こちらは L 左回転になります。でシュートパワーがそれぞれ書いてあります。ライトランチャーが2、ロングベイランチャーは 4.5 で、スパーキングベイランチャーは5、一番シュートパワーありますね。で扱いやすさが3、ライトランチャーが3、ロングベイランチャーが2、スパーキングベイランチャーは2。扱いやすさが一番あるのはライトランチャーですね。でカスタマイズ性があるのはライトランチャーが2、ベイランチャーは 1.5、 スパーキングベイランチャーも 1.5 で、こちらもカスタマイズ性があるのはライトランチャーになりますね。まあ、ただやっぱここで一番重要なっていうのはシュートパワー、こちらが5なんで一番パワーが出るなっていうのはここで分かりますね。でこちらは警告や注意書きが書いてあり、で後ろには正しい遊び方など書いてありますね。超強力シュートが打てる、でセット内容が書いてあり、スパーキングベイランチャー L 一つが入っています。で遊び方などが書いてあり、回し方などのことも書いてあり、注意が書いてありますね。でこちらもベイブレードはランチャーが外れなくなった場合の注意など細かく書いてあります。片側だけ外れない場合などと、ストリング紐についての注意も書いてあります。こうちゃんとまっすぐ引っ張りましょうって、曲げたりやっちゃうと事故や怪我をする恐れがあるって書いてありますね。やっぱこちらなんといってもシュートパワーが一番なんですけど、まあ、火花が出るっていうのもすごい楽しいんですよね。前回紹介したのですごい良かったんですけど、こちらもどんな感じなのか見ていきたいと思います。早速開けていきたいと思います。いやー楽しみですね。今回は L の方、アニメで言うと光の方ですね。朝日光るキングヘリオスを使う方です。こちらが左回転なので、こちらとまた合いますね。光も青なの でこちら開けますと、商品アンケートのこと書いてあり、 WBBA のことが書いてあり、こちらはまた商品アンケートのことと、あとはベイコードがありました。中身を取り出しますと、入ってあるのはこちらスパーキングベイランチャー L 本体のみです。あと何も入ってません。でこちらを、でこちらステッカーとかも何もないですね。ほんとこれ一つ入ってあるだけですね。
いやー綺麗ですね。また青、綺麗な青色です。全体的にで、ここの真ん中のベイブレードって書いてあるところはシルバーです。であとはクリアで、ここは火花出るところですね。で全体的に青と白ですね。かっこいいですね。でこちらスパーキングベイランチャー、前回紹介したのもあるんですけど、またいいですね。かっこいいです。やっぱり赤と青どちらもいいところがあり、カラーリング的にいいですね。こっちの方は赤、金、で黒、でこっちは青、シルバー、で白。色合いもいいですね。とてもどちらもかっこいいです。このちゃんと引っ張るところも青と白で分けてあり、こちらも赤と黒でしっかり分かれてますね。で紐の長さもこちらにロングベイランチャー LR マスターディアボルについてきたものがあるんですけど、こちらと長さ比べてみますと、まあ、若干分かってもらえればなと思ってるんですけど、引っ張った時に若干スパーキングベイランチャーの方が長いんですよね。そういったところもまたシュートパワーに影響してくるかなと思います。まあいずれこのやつ、まあ、ある意味合体した状態 LR が出るかなっていうのはありますね。やっぱり右左どっちも打ちた方が、まあ、使ってる方は楽だなっていうのはありますね。どっちでもすぐにこうできるので、ここやってこう左右ってできるので、まあそれはすごい楽ですよね。こういう 2つ持ち歩くよりは、まあ、今回は分けて右左って感じですね。でこちらアニメでは強力シュートを打つと火花が出るってあるんですけど、ちょっと明るいところでまずはこちらシュートしてみたいと思います。まず弱く打つと、もう本当に何も火花も出ないですね。で少し強めに打つと、もう火花が明るくても見えますよね。でちょっと強く引っ張ると、もう結構火花が飛び散りますよね。で最初見た時に本当に驚きまして、めちゃくちゃテンション上がりましたね。すごいなって、もう火花大したことないのかなと思ったんですけど、すごい良かったなって思いました。やっぱこの火花出るっていうのも楽しいですよね。でこちらちょっと暗いところに移動して見てみたいと思います。これに来ました。こちらスパーキングベイランチャー L シュートしてみたいと思います。弱いシュートからやっぱり何もなりませんね。で中くらいのシュート、少し火花が出ます。強めのシュート、すごい火花が出ますよね。これだけすごいテンション上がります。綺麗ですよね。移動してどのぐらいタイムが出るのか検証してみたいと思います。早速検証していきたいと思います。使うのはスタンダードなスタジアムで、ライトランチャーのロングワインダー、ロングベイランチャー LR、 スパーキングベイランチャー L で、使うベイブレードはキングエリオスノーマルバージョンです。こちら朝日光が使っている、何も改造されてないデフォルトの状態です。こちらを最初はライトランチャーから、次にロングベイランチャーから、最後にスパーキングベイランチャーでタイムを測っていきたいと思います。まずはライトランチャーで全部同じぐらいのシュート、強めのシュートで、で一発撮りでいきたいと思います。いきます。はい、約1分32秒でした。結構いきましたね。次ロングベイランチャーいきます。ロングベイランチャーいきます。はい、1分26秒でした。
ライトランチャーランチャーの方が落ちちゃったんですけど、まあ、僕がちょっとベイランチャー苦手っていうのもあるんですけど、ちょっと落ちてしまいました。次、スパーキングベイランチャー、いきます。スパーキングベイランチャー L、いきます。はい、1分34秒でした。いやーすごいですね、スパーキングベイランチャー一番タイム出ました。検証できたかなって思います。よかったです。はい、いかがだったでしょうか。ベイブレードバーストスパーキングベイランチャー L、 いやーもうかっこいいですよね、このランチャーも。でスパーキングシュート火花最高です。めちゃくちゃ心躍りますし楽しいです。でシュートパワー申し分ないです。一発撮りで全部検証してきたんですけど、本当にスタミナが一番出ました。で実際スパーキングベイランチャー初めて紹介した時もあちらが一番タイム出たんですけど、今回もやっぱりスパーキングベイランチャーが一番タイム出ました。で、まあ、僕がなんでいつもベイブレードやる時にライトランチャーの方を使うかっていうと、ちょっとこれ言おうか迷ったんですけど、まあ、正直壊れやすいんですよね。で自分の経験とネットで結構調べたりもするのが好きで、もうめちゃくちゃ調べて、でいろんなデータ集めて自分の経験も踏まえた結果、やっぱりみんな壊れやすいっていう風には書いてあったり、僕も実際壊れたりしたんですよ。こちらスパーキングベイランチャー、正直10回も使ってないかなっていうのあったんですけど、紹介した時に、まあ、今ちょっとやりたくないんですけど、こちらも紐が戻りません。戻らないんですよ紐が。でシュートも強く打てないですし、こんな感じで完全に戻らなくなったり、 で自分でこう回したりして、まあ、戻る感じなんですけど、なんでもう結構強く引っ張っちゃうと、まあ、シュートもおかしいですし、まあ、変なシュートになっちゃいますよね、これ使っちゃうと。まあ、そこが一番僕がベイランチャー使わない理由だったんですけど、まあ、本当に今回こちらも1ヶ月使おうというか、もう10回ぐらいしか使ってないんですけど、使ってみて、まあ、すぐに使い物にならなくなっちゃいました。実際まともにシュートがもうできないですし、戻らないですし、ここくるくる回すと、まあ、なんとか戻っていったりしますけど、まあとりあえず今なんとかこう回ってる感じなんですけど、まあ若干もうおかしいですよね。まあそこが一番ちょっとあれだったなっていうのは。なんですごい本当にデザインもいいですし、火花出るっていうのも楽しいですし、シュートパワーも本当に出るんですごいいいんですけど、根本的にちょっと設計を変えるか、中の部品を根本的に変えていくしかないかなって。もうベイランチャーどれもやっぱ壊れやすいんですよね。なんでスパーキングベイランチャーちょっと期待してたんですけど、まあ、そこは残念なポイントだったなって、まあ、正直お伝えしますと。で一応こちらはまだ、まあ、今取った分しか使ってないんですけど、まあ、今のところ問題ないんですけど、急にこちらになったん でやっぱり子供たちって、まあ、もちろん強く引っ張りたくなるじゃないですか。なんで強く引っ張ると思うんですけど、やっぱそれで、まあ、結構壊れちゃうかなってっていうのはあるんで、まあ、ちょっとそこはやっぱり残念というか、まあ、やっぱせっかく買ってもらって、僕が子供だったらやっぱ買ってもらって楽しくて使ってて、数回しか使ってないにも使い物にならなくなっちゃったら、やっぱちょっと涙出ちゃいますね。まあ、悲しくなっちゃいます。まあ、そういう気持ち、こう子供の頃経験したので、まあ、子供だったらやっぱちょっとショックというかしょんぼり悲しくなっちゃうなっていうのはあります。なんでもう一回ベイランチャー出し続けるというか、出すならもうちょっとそういったところを強化していかないと、子供たちはちょっと悲しくなっちゃうかなっていうのはありますね。なのでこちら最高の商品なのは間違いないんですけど、そこのところを良くしてもらえればなって思っています。本当にいつも素晴らしいベイブレード、もうここまでいろんなものが出てくるとは思ってませんでしたし、もうすごいものばかりなので、まあ、ちょっとそこをあともう少し頑張ってもらえたらなって思います。やっぱりすごい
楽しいのでベイブレードで、しかもこちら手にも入りにくいんですよね。普通に僕の近くのおもちゃ屋さんとかではもう売ってなく、手にも入りにくいですし、でアマゾンだとやっぱりちょっと転売の方が多いのか、やっぱ値段が大体これ約900円ぐらいなんですけど、市販だとまあ、倍の値段1800円とか、まあ、フリマでも結構高く売られたりしてるので、もうちょっと販売数も多くした方が良かったかなっていうのはありましたね。ブレイバルキーとか普通のベイブレード結構売ってるんですよ全然。ただこのベイランチャーとかいつもなんですよね、このシュート系グリップとかも結構少なかったりするので、まあ、そこもちょっとまた今後スパイキングベイランチャー LR 出るってなった時にちょっと多めに作ってもらって、みんなにもこう購入しやすいように。で実際僕もこの買いに行った時に2つしかなんかそのお店で入ってなかったらしく、1つしか買えなかったんですけど、プレゼントはちょっとネットアマゾンで買ったんですけど、なのでもうちょっと購入そこら辺もしやすく、まあ、一番は壊れにくくしてもらいたいです。でもう一つやっぱりみんなにも購入しやすいように増やしてもらえたらなって思いました。高倉トミーモールでもすぐに在庫切れになっちゃうので、まあそこをもうちょっと購入しやすくしてもらえたらなって思います。であとこちらちょっとネットで調べてたら、ライトランチャーの火花が出るモデル、画像貼れたら貼っておきますね。そのライトランチャーに火花が出る、ここにこれにこういう風にここの部分が入ってるようなのがあったんで、それだったらこちらもう本当に壊れないんで、これもずっと使ってるんで、それも出たらいいなっていうのは思いました。今回こちらプレゼント1名様にあるんですけど、キーワードがスパーキングベイランチャーなので、スパラン、キーワードスパランでいきます。プレゼントは誰でも応募できますんで、チャンネル登録やツイッターフォローなどしなくても誰でも応募できますんで、本当に登録してくださるだけで感謝です。なんで今回のキーワードはスパランで、そちらを書いてもらって、あとは送り先など書いてもらえれば誰でも応募できます。なので応募してみてください。今回もご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。